スタートしましまきれいなスタートを切りました IAT 岩手朝日テレビ杯重賞第16回オパールカップサンカルロ賞です。 出てまままいりりすす番工業ポケット先手を取りますその後ろにシークローム、内ちを進んで2番のウィンバローラス、ですロゾバドリラが並んでいきます、中段固まって7番のアイロー・アワンダー、内には4番のアヤ・ミーちゃん、外11番レジェンド・ロックです、その直後にキー・マスコット、あるいはアバンシアで1コーナー入ります、後方ばらけました、コスモ・エルドール、さらには鶴の一声、しんがり1番の前提番理で1200を通過、先頭から最後方まではもう20馬身以上あります、2コーナーです。先頭3番工業ポケット 新2番手シークロム内2番のウィンバローラスが3番手で向こう上面に出ます 1000m 通過2馬身半後ろにロゾバドリナが4番手2馬身サレス7番のアイロン・ワンダー内を進んで4番のアヤ・ミーちゃんです外に11番レジェンドロックキーマスコット内打ちを進んで8番のアバンシアゴールまで800通過大きく遅れましてコスモエル・ドール5番つるの所への5泊2頭さらに開いて1番前提万里です 前の集団ですが先頭3番工業ポケットこれから3コーナー入りますがその直後は1段600の標識を通過ロゾバドリナシークロム2と上がっていきますその外目からアイロー・アンダーで内々うちうち我慢しているのが2番のウィンバローラスです1番審査11番のレジェンドロック34コーナー400切りました7枠2頭シークロムロゾバドリナシークロムとロゾバドリナ外に持ち出して2番のウィンバローラス直線構成さらにはアイロー・アンダー横に広がっている先頭ロゾバドリナに変わったロゾバドリナ先頭坂を駆けがって ウィ,ウィンバローラス、を通過ウンバロースレジェンドロック2番手の争いですがさあ、突き放したロゾバドニナ先頭、ロゾバドニナ,ロゾバドリナ2番手争いはウィンバローラスとレジェンドロック2頭の争い先頭はロゾバドニナ降臨、ゴール2番手争い接戦10番のロゾバドニナです2番手争いは11番レジェンドロック2番のウィンバローラス2番のウィンバローラス11番レジェンドロック 2番手の争い接戦4番のあやみーちゃんがその後、